はい。今日はですね、久々のレビューをしてみたいと思います。今画面に映っていますのが851と書いているものですが、一体この851、黒い箱に書かれていますけど、これ何ぞやと、思われる方々もいらっしゃいますので、まあ、これからちょっとした、レビューをしてみたいと思います。まずですね、この851というタイトル名なんですけれども、実はですね、ここの、まあ、パンフレットにもありますね。これ中国語なんですけれども、ヤンシンカで851、まあ、Y 型と書いてあります。これはですね、中国の国家優秀貢献科学者のヤンシンカ博士が1985年1月に、この菌を発見したことから851菌と命名されています。まあ、大豆発酵エキスなんですが、まあ、発明された中国においてはすでに抵抗力や活力増強を目的とした健康食品として注目を集めています。そもそもですね、これは、健康食品のカテゴリーに入るものです。では、一体このヤンシンカ851が、どのような作用を起こすのか、これをちょっとレビューしていきたいと思います。まずですね、もう一度このパンフレット書いてあるんですけどね、851菌をですね、この発見した、まあ、中国国家優秀貢献科学者、まあ、ヤンシンカ博士ですね、この方の、まあ発明によって、このナノテクノロジーで、細胞膜を、まあ、通過、作用するということですね。このエキスがですね、ナノと呼ばれる単位ですね。まあ、この大きさはですね、10億分の1メートルというのをナノというらしいですね。まあ、これは超極微生物と言われる851菌によって分解された、まあ、ヤンシンカ851の栄養成分の大きさ、ということになります。具体的に言うとですね、人間のこの細胞膜ですね、まあ、この細胞の大きさを 0.2 ミリとしますと、このヤンシンカ851といったエキスがですね、この角まで直接作用する、そういったエキスであります。例えばですね、このヤンシンカ851を飲まれた方の中にですね、もうがんで末期症状だったと、言われる人がいましてですね、このヤンシンカ851のドリンクをですね、まあ、1週間4ヶ月と、飲み続けたところですね、見事にこのがん細胞が死滅して正常な状態に戻ったという、報告があったそうです。他にでもです。例えばですね、口内炎ができました。で、この口内炎を治したいと、まあ、通常であれば、まあ、口腔外科、口内科、に行きまして、まあ、塗り薬であるとか飲み薬であるとかを、まあ、処方してもらうというのが一般的な、まあ、治療の方法ですけれども、このヤンシンカ851をですね、まあ、1週間ないし2週間、続けて、飲み続けますとですね、跡形もなくこの、口内炎がなくなったと、いう報告が多数上ってきています。
ではまあこの851ですね、皆さんまあ聞き慣れないとは思うんですけれども、実は私、この851菌のドリンクをですね、先月から始めましてですね、まあいろいろですね、身体的に、まあ、どのような、変化があったかっていうのをですねちょっと試してみました。まずですね、まあ私あの口内炎体質なんで、よく、口の中が口内炎になったりするんですけれども、通常ですと口内炎が発生してから完全に、治癒するまでにまあ2週間以上ないし1ヶ月近くかかっていました。もちろん塗り薬であるとか飲み薬であるとかを、まあ、服用してということでしたが、今回このヤンシンカ851をですね、1日3杯これをですね、1週間続けてみました。そしたらですね、同じ1週間で、まあ、同じ規模の口内炎が、口の中に、まあ、できた、ものと比較しましてですね、明らかにこの851を飲んだ結果の方が治りが早かったということです。私も最初はこのヤンシンカ851ですね、半信半疑で、ちょっと購入しました。本当にこれ効くのかなと。まあこれは私の知り合いの、ちょっとした、まあ美容関係の、お店で購入したんですけれども、まあ最初はまあこういったですね、プラシーボ効果、まあ効いたのではないかな程度の、そういった、先入観で、まあ最初はほとんど信用していませんでした。しかしこの851を飲むことによってその効果を実感することができました。実はですねこの851、一般には流通していません。これはですね、日本で、まあ、唯一と言われる、と言われますか、インターネット上では、まあ、国外の、中国の、サイトにですね、販売サイトにですね、これを販売しているページがあるんですけれども、まあこれはですね1個で買うのではなく、まあケースで購入という形をしたかったので、私はケースでこれを、買いました。インターネットではバラ売りしかしておりません。でですねこのヤンシンカ851、まあそれなりの効果がありますので、やはりかなり高額になります。まあこの、まあカップですね、30ml ですね、これをですね、まあ今からちょっとどのようなものであるか、これをちょっと、開けてみます。いきますね。非常にドロッとしたものですね。はい、このようなものです。非常にドロッとしております。そして、匂いもかなりきついです。そして味も強烈です。まあ、こういったものですね、ヤンシンカ851菌が入ったエキスということになります。1本いくらだと思いますですか。今ちょっと日本語おかしかったですけどね。はい、1本1万ちょいです。
ということは、これがですね12本入って、約、まあ、12万、税込みで、まあ、12万ちょいですということになります。これをですね、今2ケース目を始めてます、なぜそこまでして、このヤンシンカ851を購入したかと申しますと、これを飲むことによって医者が必要はないと、いうことを、まあ、この851を扱っている経営者の方から、伺ったということもありますが、その前にそもそもですね、この851を飲んだことによって口内炎が完治したということが、私にとっては一番の、信用ポイントであったということです。このヤンシンカ851、まだ、国内では、まあ、ほぼ、知る人ぞ知ると言われています別名不老長寿のまたは急性薬とも言われているそうです。皆さんもいろいろなサプリメントやいろいろなドリンクがありますけれども、この851ぜひ興味のある方はまずこのヤンシンカ851を検索することから始めてみてはいかがでしょうか。今日はですね、私が先月から始めましたこのヤンシンカ851ドリンクについて、このチャンネルのこの動画を見ている人だけに教えることに、いたしました。本当はあまり教えたくないものです。そして信じるか信じないかはこのヤンシンカ851を飲まれた方次第です。私の知り合いでこの851を飲んで、最初は信用することができませんでした。私と一緒です。ですがこれを1週間4ヶ月1年2年そして10年と続けてきた人が明らかに代謝が変わった、体質が、向上したということで、そのような、報告であるとか話を、聞きましたので、まあ、私も始めてみようかなと、こういうふうに思ったわけであります。このヤンシンカ851は実はカプセルもありますので、もし興味のある方は、まあ、先ほども言いましたけれども851ないしヤンシンカ851で、まあ、検索していただき、そして、信用するかしないかは、まあ、あなた次第ということで、ぜひ、お試しできる方は覚悟を持って始めてみてはいかがでしょうか。少し日本語がおかしくなってしまいましたけれども、今日はぜひ皆さんにこのヤンシンカ851をですね紹介してみたかったので紹介してみました。そしてこのヤンシンカ851の理想の目安量、まず1ケースを購入してください。そしてこの1ケースを1週間で消費するようにしてください。この各ケースに入っていますキャップ30ミリリットル、カップ1杯を3杯、これを毎日
1週間続けていただきたいと思います。まずはこの1週間が鍵です。その後は必要に応じて飲む量を変えていくようにしていただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。